到着。はい、のどかですね。いいでしょう。いいとこです。お花がね、咲くとね、もっと綺麗なんですよ。福岡でもね、人気の観光スポットで、美味しいですか。はい、うん、なんか今日はね、乳麺定食、あの細麺のそうめんでしょ。そうめん、うん、そうめんだから。あ、どうも、十割。お父さん、おいしかったですか。あ、お父さん、お父さん、今日お腹壊しちゃった。お父さんがたくさんいる。蕎麦屋がある。お父さんがたくさんいる。右のお茶、こっちの方がうめえ。はいはい、おいしいですね。右のお茶じゃない、ぬるいお茶ちょうだい。ぬるいお茶いっぱい、ぬるいお茶いっぱいくださいね。また長野県来てた。これ言ってくれよ、片山さんに。俺ちょっと味よしで待っといてくれて。何がですか。蕎麦屋。蕎麦のことです。あ、そんなこと言ってましたっけ。味よしに行けばよかった。あ、調子にすればこんなことダメだった。ちょっとね、お父さんとチームワークが悪いようで。話が噛み合ってませんでした。ありがとう。こいっこはみんな恋占い。お父さん、占い買わないんですか。いや、今日は買いません。当たるも発見。来ます。来る。あ、なんて書いてますか。お父さんによると、あ、待ち人来ますって書いてます。あら、待ち人。マジで来たんですか。来たー。ことさらかな。さら、みんな占いが大事。女の子が生まれるって。女の子、おめでとうございます。おめでとうございます。禁断かな。禁断。のどかな気づきで、みんなで楽しく遊んでます。